アイテム番号 SCP-345-KO 宇宙英雄オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-345-KO が出現した媒体はサイト記録貯蔵庫に保管します。宇宙に関連する財団文書は適切なセキュリティクリアランスレベルを持った職員が SCP-345-KO が出現していないかを確認してください。説明 SCP-345-KO は宇宙に関連するいくつかの種類の媒体に出現する存在です。出現した媒体で姿が描かれるとき SCP-345-KO は宇宙服を粗雑に模した衣装を着た少女として描写され、名前が表記される際は常にパクジヒという名で出現します。調査の結果、この姿と名前は2、白血病で9歳の時に死亡したパクジヒ氏と同じであることが明らかになりました。 SCP-345-KO が着ているものとして描写される服はパクジヒ氏が7歳の誕生日にプレゼントとして受け取った服装と同じものでした。パクジヒ氏は生前宇宙飛行士になることを希望していたという点は注目に値します。ほい、以下は SCP-345-KO が出現した媒体のリストの一部です。媒体の種類、映画、DVD、 タイトル、2001年宇宙の旅。出現部分、ビデオ通話のシーンでヘイウッド・フロイド博士より先にビデオ通話を行う形で出現。分析の結果、通話相手はパクジヒ氏の父親であるパクジハン氏であることが判明した。通話内容については宇宙の脅威に関するものがほとんどである。媒体種類、アニメーション、テレビ放送。タイトル、ザ・シンプソンズシーズン515はホーマー宇宙へ行く。出現部分、ホーマー・シンプソンとバズ・オルドリン、レース・ワニオンが宇宙船に搭乗するために歩いていくシーンで、彼らの後ろから小さな足取りで追いかけてくる形で出現。 SCP-345-KO の姿はザ・シンプソンズの画風で描かれた。媒体種類、書籍。タイトル、コスモス。出現部分、感謝の言葉に以下のような文章が追加。いつも宇宙飛行士を夢見ていた私たちの素敵な英雄パクジヒにも感謝の気持ちを伝えます。